はい、皆さんどうもお疲れ様です。今回はですね、新キャラこちらかぐや姫が実装されたというところで、このキャラについて話していきたいかなと思います。でまずはじめにですけれども、多分かぐや姫に関しては環境を壊すレベルの、キャラなんじゃないかなっていうふうに今の時点では思っておりますね。はい、ということで見ていきたいかなと思うんですけれども、まずステータスですね、見ていきましょう。HP28万4000の攻撃力が54000、素早さ458というところで、まあそうですね、ステータス的には平均値のキャラなんじゃないかなと思います。素早さ458は、結構高い部類に入るので、まあ、結構早めに行動することもできるというのと、後発で置いた時も、50TU ちょっとで、動くことができるので、結構行動しやすいキャラなんじゃないかなっていうふうには思いますかね。はい。ということで、アクティブスキル見ていこうかなと思います。ムーンライト、グラビティ、キャノン、ムーンベール、サバイバルレーサーというところで、一つずつ見ていこうかなと思うんですけど、ムーンライトですね。敵に対に 75% ダメージ。対象は眠り状態だと 500% ダメージ。眠り状態の対象1体につき、味方のスピリットが追加で1増加と。いうところで、これの何が恐ろしいかっていう、これまず結構恐ろしいスキルだと思うんですよ。というのも、これ 70TU なんですよね。でまあ、この 75% ダメージはクイック系のスキルなんでいいと思うんですけど、この後ですね、対象が眠り状態の時に5倍ダメージなんで、要はドリーム系のスキルが 70TU で、しかも2体を対象として使えるというところです。まあ、やばいですよね、これ。この時点でも意味わからない効果してるかなと思います。はい。もう、ムーンライト、これ最初に見たときに、今まで結構、なんていうんですかね、通常攻撃プラスアルファで効果のついてるスキルっていうのが、最近増えてきたんじゃないかなと思うんですけど、もうこれ、この効果後ろにつけちゃったら、はっきり言って、ドリーム系のスキル全て介護官になっちゃうんで、これやりすぎなんじゃないかなっていうのがまず、1点です。はい。では次はグラビティキャノンです。スピリットマイナス1のティアが100、敵一体に攻撃、対象が燃焼状態でなければ6倍ダメージと、使用者がステルス状態なら使用可能。これもなんですけど、まあ一応燃焼状態っていう、その対象が燃焼じゃないっていう効果はついてはいますけど、スピリットマイナス1の TU100 の6倍ダメージ、普通にステルス状態の時に使用可能っていうことなんで、ステルス系のスキルになるんですけど、これも今までのステルス系のスキルのもうほぼ上位互換じゃないかなと思います。まだ TU とスピリット変わらずに、威力だけ増えてるんでね。はい。ということで、今までのこの時点ですでにスキル2つ分が、上位互換スキルとなっています。はい。で、お次がムーンベールですけれども、これは、まだ優しいですね。まだ優しいっていう言い方が合ってるかどうかわからないですけど、TU1 のスピリットプラス1、使用者をステルスにしてステルスシールドを付与しますと。なんか普通に書いてあることだけ見たらぶっ壊れなんですけど、上の2つに比べたらまだ優しいっていう。いや、これも本当にステルスヒールだとか、その辺のスキルに比べたら全然ぶっ壊れスキルなんですけど、まだ優しいかなっていうところですよね。で、最後これですね、サバイバルレーザー。これもやってしまったんじゃないかなっていうところです。スピリットが、マイナス1、TU が70と。サバイバルレーザーっていうことなんで、サバイバル系のスキルなんだろうなっていう気持ちで見ていくと、敵陣にまず6倍ダメージです。はい。もうサバブローよりも完全に上ですね。で、ダメージが与えられた場合、使用者の HP を最大値の 100% 分回復しますと。サバイバルドレインよりも上にありましたね。はい。で、さらにこの攻撃は敵のダメージ減少効果を無視すると。やりすぎだろ、こらと。もう今までのサバブロー何だったんだっていうぐらいのスキルになってます。はい。で、発動条件を場に出てから 300TU 経過すると使用可能ということなんで、今までのサバブロ系のスキルとも発動条件が全く一緒ということで、もう火力は上がってるわ、回復するわ、ダメージ減少効果無視するわ、TU 短くなってるわということで、もうどうなってんだこれはっていう感じですよね。はい。というところで、アクティブスキルが、今の段階だと全て上位互換スキルになってきております。はい。でもこれだけでもやばいキャラなんですけど、真のやばさはパッシブスキルにあるというところなんで、そこを見ていきたいかなと思うんですけど、まずはじめに月下美人ですね。
まあこれもなかなかにやばいですね。ていうか、まあ月下美人と、この対惑星型殲滅液、これ2種類パッシブあるんですけど、どっちもぶっ壊れですね。はい、まあということで見ていきたいと思うんですけど、このキャラの攻撃では対象の眠り状態は解除されない。まあここまではまだいいでしょう。はい、許せる範囲かなと思います。このキャラの攻撃を受けた対象が 25% 以下の HP で生き残った場合、その対象は 200TU の間状態変化眠りになると、眠り過去呪いになると、この効果使用者が燃焼した場合は発動しないと書いてあるんですけど、ここですね、これの部分、まあ、リュドミランド・クラリスの、サベージ・ノックアウト、それがパッシブスキルとしてくっついてきちゃったパターンということなんで、リュドミランド・クラリスの何が、強かったかっていうと、まんまサベージ・ノックアウトの部分なんですけど、それを持ったパッシブスキルっていうのはもうやばすぎですよね、これ。で、しかも恐ろしいことに、これ眠りかく呪いなんですよね。はい。まあ、ということなんで、まあ特にやっぱブーンベルカーのグラビティキャノン、これ6倍ダメージ出るんで、普通に 25% 以下にはなりやすいと思います。そこプラスアルファで、こんな月下美人っていうパッシブスキルついてきたら、もう1体睡眠はほぼ確定なんじゃないかなっていうところですよね。まあサバイバルレースに、サバイバルレーザーに関しても、まあ、6倍ダメージで、こっちもダメージ減少効果無視なんで、まあ、ここもほぼほぼ眠りにしますね。で、眠らせたら、今度はこのムーンライト、70TU でしかも2体対象の、スキルが飛んでくるっていうところなんで、これやばいですよ、本当に。はい。で、さらに効果続きます。このキャラは攻撃で敵を倒すたびにランダムな眠り状態でない敵1点を 200TU の間、眠り過去を呪いにするということで、水着白雪の効果もついていきます。もうありえないですよね、これ。スリープで、環境を取ったキャラたちのスキルを、まんま持った、一体で持ったキャラっていうことですよね。もうリュドクラプラス、水着白雪っていうようなパッシブスキルを持ってるんですよね。で、しかもその効果が、眠り過去呪いですと。どうなってんだこれはっていうところですね。で、まあ、眠り過去呪いなんで、ここにも書いてあるんですけど、一度眠り状態になっている対象にも付与することができるんで、まあ、本当に、まあ、ちょっと燃焼に弱いような気はしますけど、燃焼でも普通にかぐや姫倒しに行けちゃうんじゃないかなっていうふうには思います。もう茨姫に関してはもう茨が完全に燃焼で燃やされるんで、まあ、どうしようもなかったですけどサバイバルレーザーとか使えるようになった後に、まあ、そのサバイバルレーザーで相手倒せば、もう敵の燃焼状態のキャラも眠りに入りますからね。はい。いやー、なんかもう、これ燃焼別にそんなメタルではないんじゃないかなっていうレベルではあります。まあ、属性症があるんでね、結局はそこが、まあ、有利不利は生まれるところなんですけれども、なんか別に、月下美人に関しても使用者が燃焼状態だった場合なんでね、普通に、なんていうんですかね、相手が燃焼状態の敵にサバイバルレーザー撃ったとしても、まだ攻撃対象は眠りにすることができると思うんですよね。その、撃った段階では。なんかそう考えていくと別にそんな燃焼がメタになるかなっていうわけでもないと思うんですよね。はい。で、まあもう長くなりそうなんであれですけど、他のもう一つのスキル、対惑星型殲滅兵器の方についても話していこうと思うんですけど、このキャラが場にいる間、次の子が常に有効と。敵のターンの後、眠り状態の敵が場にいなければ 20% の確率でランダムで敵一体を 200TU の間、眠り過去呪いにすると。うん。やばいですよね。でも、これ 20% のままだったら、まあ、まだ納得できるかなっていうところなんですけど、覚醒数によって上昇して4覚醒で 100% になるんで、まあ、要は、かぐや姫が場にいるときに、で、相手がターンを迎えてですね、そのターンの後に、眠り状態の敵いなかった場合は、1体眠ります。もう眠りかっこ呪いなんで。ここの1体睡眠はもう本当にアンチスリープついてない限りは確定です。で、まあ、多分こうなってくると、まあ、アンチスリープっていうことで、雷クラリスの需要が上がるかなっていうふうにはちょっと思ったんですけど、まあ、これに関しては、多分アンチスリープも追いつかない可能性がちょっとありますよね。ターンを迎えるたびになんでね。はい、でしかもアンチスリープつけられるのも、スタンが対象になる、
スタンの、スキルを持ってるキャラと、コンボ系のスキルを持っているキャラに限定されてくるんで、まあ、使えるキャラは限られてきますし、まあ、アンチスリープがつくキャラも限られてくるんですよね。まあ、なんかそう考えてくると、まあ、これもやばいですよね。はい。で、特にかぐや姫、まあ、結構スペースが高いキャラではあるんですけど、まあ、例えば、卑弥呼だったりとかですかね、相手、卑弥呼だったり、あとあれもか、まあ、シンジャンヌ、その辺のキャラが動いた時に、眠りを付与することができますというところなんで、まあ、多分もう今の環境だとかぐや姫に太刀打ちできるの、シンジャンヌだけですね。闇のシンジャンヌだけなんですけど、そこも実はこのかぐや姫ステルス系のスキル持ってるんで、多分一緒に組み合わせられたらもう手のつけようがないです。いや、多分、はい、もう自分は本当に今新ステルスの新ジャンヌと、もうこのかぐや姫一緒に組み合わせていくっていうのが、もう多分環境トップに君臨するんじゃないかなって思ってるところなんですけれども、まあどうですかね。いやー、普通にこの対惑星型選別兵器もやりすぎなんじゃないかなと思いますけどね。はい。まあ、ただやっぱり新ジャンヌプラスステルスで固めた形は、ステルスシールドが付与されるんで、まあ、そこは眠りを防ぐことができるんじゃないかなとは思います。はい。ではちょっと話脱線しちゃいましたけれども、まだ効果があります。このキャラはアイアンホープ状態でバトルに参加しますと。まあ、なんかアイアンホープもう最近のキャラはおまけ程度についてくるスキルですよね。まあ、ムーンベルに関してもアイアンホープにしちゃうんでね。はい。まあ、ほぼほぼアイハー持ちのキャラと考えてもいいんじゃないかなと思います。でもう一つ、眠り状態の敵にターンが回った時、このキャラは自身を最大 HP の 50% 分回復しアイアンホープ状態になると。おかしいでしょこれも。これもおかしいでしょ普通に。まあ、やっとアイハーまで、アイアンホープまで削ったってなった後に、まあ相手の何ですか、まあ、相手の場に眠り状態の敵いなかったとしても、この上のスキルの効果で一体寝るんで、よっしゃ次のキャラでとどめさせるぜってなった時に、まあ、そのキャラが眠りについた場合、回復プラスアイアンホープがさらに付与されてしまいますよということで、いやもうおかしいだろっていう話ですよね。はい。であともう一個、このキャラに対するスタンは常に効果が50っていう現象するということで、まあ、アンチスタンに近い効果、スタンレジスタですね。スタンレジストの効果も常に発動しておりますということで、まあ何て言うんですかね、書いてあること全部ぶっ壊れのキャラが実装されたかなっていうところでございます。はい。まあもう対処法としては、まあ若干燃焼は優位に取れるかなっていうのと、まあやっぱ死んじゃうんですね。まあそこぐらいしか対処のしようがないんじゃないかなと思います。まあ、ただ先ほども言ったんですけど、シンジャンヌとかぐや姫も相性抜群なんで、ちょっとそこ組み合わさってきた時が本当どうすることもできないんじゃないかなレベルのキャラだと思ってます。はい。まあというところですかね。で、武器に関しては、そのままの状態でハンマー貫突させると槍ということで、まあ、かぐや姫槍持たせた方がいいかなっていうのと、まあ、やっぱりこの対殲滅対惑星型殲滅兵器の上のスキルが、まあ、覚醒数によって効果 の発動度合いが変わってくるんで、まあ、やはり貫突ほぼ必須クラスだと思います。まあ、多分貫突してなくても、まあ、20% もしくは 40% ぐらいでもこれ結構刺さるスキルだと思うんで、まあそうですね、母体運用してもいけるかと言われると、まあ、いけなくはないと思います。20% の睡眠って、まあ、そこそこ入るんですよね。シンデレラなんか のヒプノスビートですね。あれ確か 25% だったと思うんですけど、まあ、入るときは結構入るんで、まあ、ワンポイントで無凸でも刺さるスキルだと思います。まあ、もちろんもう凸進めていけば、もうそれはそれで最強クラスになるんですけどね。はい。まあということで、まあざっと、まあ結構いろいろと不満も言いつつ、まあかぐや姫について話してきたかと思うんですけれども、まあ、やはりやばいキャラ実装されたということで、まあ
下手したら環境変わるんじゃないかっていうふうに今の段階では思っておりますね。はい。あ、で、そう、あと、この対惑星型殲滅兵器に関しては、これ、燃焼に対してのことは何も書いてないんで、やっぱ燃焼が相手だったとしても、普通に通用するスキルだと思いますよね。まあ、例えば相手先発、まあ、燃焼だと信長が実は使用されてること多いんですけど、信長の方がかぐや姫よりも素早さ上なんで、まあ、信長が行動した後に、まあ燃焼キャラ一体眠りに入ってしまうと、まあ、そこから、魚毒ら組み合わせるかわからないですけど、例えば羽目アストリッドとか眠りについた時は、まあ魚毒らがナイトメアクイックナイトメア使ってそこからサベージノックアウトっていう風に繋がっていくと燃焼ももう太刀打ちできないキャラだと思います。はい。まあいろいろと編成の組み合わせも広がっていくキャラかもしれないですけれども、やっぱりこのかぐや姫単体での、ね、能力がすでに壊れてきているかなっていうところですかね。はい。まあ武器に関しても新武器ですかね、ムーンマレットということで、ステルス状態の味方が2体以上いるときに敵の攻撃を受けるダメージが 10% 減少&自身のステルススキルティーが 10% 減少ということで、まあかぐや姫との相性というよりかは、新ジャンヌと組み合わせる際は、相性いいんじゃないかという武器ですね。まあ、もちろん眠りの効果も強いキャラなんで、青龍の槍とか、まあ、これだと槍になっちゃうんですけど、まあ、その辺の眠り系の武器とも相性がいいんじゃないかなとは思います。はい。まあというところで、このキャラについてはもう間違いなくガチャは引きます、もう断言します。はい。でも使用感についても話していけたらと思うんですけど、やっぱこちらも卑弥呼と一緒で、サベージノックアウトみたいなパッシブスキルを持ってるところなんで、まあ、ある程度、アタッカーとしての育成が進んでこないと、うまく、活躍させるのが難しいんじゃないかなと思うので、ちょっと使用感の動画どうなるかわからないですけれども、闘技場の動画なんかで、かぐや姫の動きなんかも見ていただけたらなというふうに思っております。はい。というところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。